かせてもらおうか。時は戦国、地は乱世、誰もがすさみ奪い合い倒れゆく世の中にして、最も熱くたくましく活力に満ちた時代。今無数の英雄たちが意志のままに刃を取り、一つの頂を目指す。選ばれるのはただ一人。国力に限りなし、今こそ竜城の時だ。関ヶ原の戦い、天命。まあこの木には乗っても構わねえだろう。天下統一達成。ようやくこの目を休ませる日も来たか。任せてもらおうか。これが俺の世界、砂と風の無限郷だ。この砂が俺を隠す。お前の負けだ。一戦一夜迷い続けな。この砂を吐き敵せ。ならそろそろ見させてもらうさ。追撃開始。逃すことまかりならぬ。不意を打つ算段か。さてどこから来る。もう我慢できねえ。逆襲のお時間だ。まあいいさ、砂と孤独の夢に戻るだけだ。今この場に情など必要ねえ。それだけはわかる。えい、モサ、えい、ハヤトたち、頼もう。
浄土のばあちゃん念仏を教えて。俺の必殺技聞き休め。登り詰めているのだ。そのような及び腰で戦は務まらぬ。ふと泥の匂い、こればかりは慣れはせぬ。貴様は拙者を怒らせ、ただ一つの失策よ。てめえらの士気をくじくのが俺の役目だ。取られた。とにかく逃げろ。スズメは好きか。竹の林でさえずるスズメだ。竜の右目、やつもまた竜に他ならん。取られたか。全軍防衛せよ。おい、俺たちももっと死ぬ気で行くぜ。よし、ダメだ。一気に突き進め。了解っす。やべえ、小十郎様に近づくな。行くぜ、アクセイル全開。こうなったら俺は遺憾の意を表明する。邪魔だ邪魔だ、どかねえと引いちまうぜ。やっぱ俺進む道間違ったな。俺の必殺技海底板聞きやしねえ。こんな時はそう、逃避行だ。うえー、痛そう。俺だったら泣いちゃう。今日見たこと誰も信じてくれねえよな。遥かなる高み、この右目に映す光景はそれじゃねえ。俺にはまだ見定めるべきものがある。